皆さんこんばんは、ガエルチャンネルです。今日はホストレースですね、練習レースアイスマンさんが、開催していただいた、オールトンパークインターナショナル、こちらの、来シーズンですね、こちらの模擬レースの模様をお届けしたいと思います。さあ、ポールポジションはあのレジェンド永井さん、そして2番手が私ですね。お、永井さん、スタートミス？お、これはポールショット取れました。そして後ろにいるのが、レイトンハウスマッチスナッピーさんですね。で、3番手が匠さんですね。永井さん4番手まで落ちましたね。さあ、このオールトンパークは、先期はあれですね、GT3 で走りましたね。で、その前のシーズンですかね、スキップバーバーでも全く同じコース走ってますので、初コースではないですね、まあ、ある程度、慣れているコースかと思います。さあ、まずはスナッピーさんを引き離していきたいところですね。このコースはそんなにスリップの効くコースではないですね。ですので、実力の差が、はっきり現れるコースなんじゃないかなと思います。さあ、この試験員2つ目ですね。試験員、2つある試験員が特徴的なコースかなと思います。このプレーし始めの頃はですね、あの試験員のドラム缶っていうんですかね、あのポールにですね、なかなかこうギリギリをかすめることはできなかったんですけど、慣れてくるに従って、そのポールギリギリをかすめるっていうですね、コントロール性が、身についてきたかなと思いますね。さあ、スナッピーさんに 0.8 秒差、あ、これはいいな。あ、そして永井さん 1.9 秒差まで近づいてきました。レースは13周で行われます。まあ、これがね、来シーズンのウィーク1に向けた練習ですよね。で、練習セッションでは何周ですかね、30周か40周ぐらい走ったと思うんですけど、ちょっとね、全然仕上がり具合が、良くなくて大丈夫かなと思ったんですけど、 走っていくうちにですね、あ、これ数シーズン前に走ったことあるわと思い出して、だいぶ普通に走れるようにはなってきましたね。さあ、スナッピーさんに 1.2 秒差、これはいいですよ、いいですよ。でセットアップは、車高52ミリですね。スプリングパッチオフセットが4のセッティングになります。そして、ブレーキバイアスはいつもの 53%、 そして、アンチロールバーはいつもの8、タイヤの空気圧は、リアの空気圧を最低まで落としてますね。フロントはすでに最低になってて、それ以上落とせないので、まあ、タイヤ空気圧は、一番低くしてます。ですので、基本的にいつも変えないセットアップとしては、ブレーキバイアス 53%、 アンチロールバー8、タイヤ空気圧最低、これはもう常に同じですね。で、変えていくのがスプリングパーチオフセット、フロントの、キャンバーと車高のセッティングですね。で、オーバーステア気味、まあ、基本的にはですね、52ミリスプリングパッチオフセット4っていうのが、まあ、基本的なセットですね。で、これを、5まで落とすと序盤のオーバーステアがかなりきついので、それは最近はほとんど使うことないですね。逆にフロントウィングが、簡単に曲がってしまうような、そういったコースだと、62ミリですとか70ミリですとか、もっと車高を上げるセッティングに変えてますね。そうするとフロントウィングがヒットしにくいと、地面にヒットしにくいっていうセッティングになります。さあ、永井さんが2番手に上がってきた。でね、永井さんは、今リハビリ中だということで、最近ねアイレーシングあんまりやってなかったらしいんですよね。で、久々にスキップバーバーもやってみようかなと、ずいぶん昔には乗られてたらしいんですけどね、もう何年も前っていう話なんですけども、
ですので永井さんに勝つためには今日が千載一遇のチャンス、これをねものにしていきたいですね。でもっとどんどん差を詰められるかなと思ったんですけど、今のところ 1.7 秒差そんなに開いていってないですね。のーいかんいかんいかん、うん、今リズムが取れなかったですね。うん、オーバーテイクされていきました。ここは攻守交代ですね。永井さんの走りを見せていただきましょう。このね永井さんっていう方がちょうど私が今年のゴールデンウィークにアイレーシングを始めたわけですけど、脇坂さんもね、脇坂十一さんも同じぐらいの時期にアイレーシングを始められて、その脇坂さんにアイレーシングの運転の仕方を教えてたのがこの永井さんなんですよね。ですので脇坂さんからもう先生と呼ばれていたこのレジェンド永井さん、この方とねレースできる日が来るとはいかん今ブレーキング失敗ちょっと突っ込みすぎました。この方とレースできる日が来るとは思ってもみませんでしたね。さあ 0.8 秒、スリップ効かないとはいえ、ここをクリアしてこの次の左ですね、曲がった後の、短い直線区間、そこでは多少スリップ効くので 0.1 秒ぐらい縮められるんじゃないかなと思いますね。さあこの左、このね右にはみ出してオフトラックが怖いところですね。結構ねオールトンパークは簡単に、オフトラックが重なっていきますので、17インシデント食らわないように皆さん注意しましょうね。まだタイヤが温まりきっていない。そしてここのヘアピンはできるだけ一番ボトムのですね、ボトムがバンクが、しっかりついているので、できるだけこのインのインに合わせていくようなドライビングがいいですね。この右側の、ドラム缶というか牧草ロールといいますか、ね、その黒い牧草ロールのギリギリをかすめていくのがヘアピンの大事なところですね。さあヘアピン2つ目、 75m あたりでブレーキングしながら、ここですね左かすめてあんまりアウトに絡まないように、ここで、まあ、一瞬アクセルを緩めて、レース後半になってくると軽くなってくると全開でいける時もあります。さあ永井さんまだ離されてないですね。よしよし。でプラクティスのセッションではスキップ GG 師匠も参加されてたんですけど、師匠は内政トラックガイドを作るのに忙しいので、レース決勝は出場されていないと。ですので、今日はスキップおじさん四天王のですね、スナッピーさん、ヒロさん、そしてスキップ G 師匠と私で、師匠がいないので3人ですね。代わりにこの永井さんが強力なライバルとして登場していただいているという構図になっております。さあここもね、ちょっと奥側に、今これオフトラックですね。さあこれで立ち上がり悪いですよ。いけるかいけるか、練習だしこうズバッといきましょう。アウトにあんまり絡まないように、そしてインは差してこないはず。よし、さあこれで再び攻守交代ですね。この1試験員その1の進入ですね、あそこで車体をまっすぐにしてないと、前の週みたいにこうとっちらかってしまうんですよね。なのでまっすぐ進入してブレーキングするっていうのは大事ですね。この2部屋も立ち上がりも、GT3 の車両だと、やっぱスピードは乗るので、あとは重たいので難しいんですけど、スキップバーバーはね比較的軽やかにクリアしていくことができますね。今のでオフトラックギリギリ取られないぐらいですね。さあ最終コーナー、ここも、あんまり滑らせすぎない方がいいんじゃないかなと思って私はコーナリングしてますね。
さあ永井さん 0.6 秒差、おし順調順調。そして4番手スナッピーさんが永井さんと1秒差ですね。4番手の匠さんが7秒差、うん、これはこの3人での表彰度合い、表彰台争いになりますね、うん、オールトンパークは、GT3 でも走りましたし、あのフォーミュラ車両、比較一気乗りってことで、スキップバーバー、あと昔懐かしいプロマツダですね、あとフォーミュラルの 2.0 と F3 マシンとというふうに4台ほどですね乗り比べて、結局あの動画編集が大変なので公開はしてないんですけど、まあ、そんな風に乗り込んできたサーキットなので、おーっと危ない、オフトラック捉えなくてよかった、ただ立ち上がりが悪い、そういうわけでオルトパーク得意サーキットであるのですが、永井さんにパスされていきます。ここはね、あのサイドバイサイドで入っていくと危ないので一旦引きましょう。まだまだね、あー、いかんいかんいかん、あそこね危ないですね、今グリーンにはみ出してしまいましたけど、車幅感覚大事ですね。いやー、だいぶ離された、今のアウト、あとここですね、ここの左のグリーンにはみ出すと、相当車体の姿勢が崩れてしまうので、車幅感覚ですね、やっぱり今の右コーナーの進入は私もあえてタイヤ1本分開けるように、気持ちとしてはですね、タイヤ1本の余裕を持って、進入するようにしています。さあ永井さんと1秒差、後ろのスナッピーさんとも 0.8 秒差ですね。さあここの今のね右コーナーも、オフィシャルの決勝では、もうオフトラック覚悟で、バンバンはみ出しながら、コーナリングしていく人が結構いますよね、まあ、インシデント17まで使えるので それを有効に使って、レースしていくというのも作戦のうちだったりしますよね。ですので皆さん、セーフティーレーティング貯金はちゃんと貯めておいた方がいいですよ。いざという時に、ね、使えますからね。永井さん、今のヘアピンの立ち上がりちょっと悪かったかな、とはいえまだ1秒差ありますね。まっすぐまっすぐ、これいいですね、いいですね、これいい立ち上がり、ここはねまだスリップ効かないですよね。 75m からブレーキで調整しながら、これで、ギリギリオフトラック取られるぐらいですね今ので。はい、なので貯金は大切ですよ。そういえばね、オフィシャルの、スケジュールカレンダー PDF で、開催時間だけではなくてその開催日ですね、シミュレータ内の開催日も表示されるようになって、より練習の、天候設定がですね、オフィシャルレースに近づいたっていうのはいいニュースですよね。多分これ前のシーズンまでは何月何日のレースっていうのはなかった、情報がなかったと思うんですよね、今までは時間だけでした。でこのオールトンパークは、オフィシャルレースは9時15分ですけど、3月1日の9時15分の開催になりますね。ですので路面温度も29度と比較的あったかい、ね、設定になりますね。これ前のシーズンのニュルブルクリンクもそうだったんですけど、11月1日の、路面設定にするともう20度とかすごい、お、永井さん今ミスったかな、これ今のね、周回遅れのしげじいさんをパスするので、しげじいさんがイエローだったっけな、これねちょっとね、躊躇したところを私が
詰めることができましたね。しげじいさん、しげじいさんありがとうございます。おかげさまで、やっと配信映えのする感覚に戻ってまいりました。ここがね、いかん。もうちょっとね減速して、あのスローインファーストアウトがあそこの あそこのね右2連結構難しいんですよね。この最終コーナーはあんまりあのアウト側まで絡まずに自然なラインで立ち上がっていった方が早いんじゃないかなと思ってます。このオールトンパークもですね、2シーズン前の、スキップジジ師匠のトラックガイド、YouTube に上がってますの で2シーズン前の内容で全然通用すると思いますので、皆さんそちらをですね、見ていただいて、YouTube にあるシムレーシング都市、都市先生とも呼ばれるスキップジジ師匠なんですけど、これ詳細欄に貼っておきますので、そのトラックガイドを見てですね、ウィーク1に向けて皆様、練習されるといいんじゃないかなと思いますけども、なかなかね永井さんが捕まんないですね。うわ、今いい感じでかすめていきましたよ。さあ 75m から、あそこのね、かすめていくんだっていう、あの牧草、黒い牧草ロードをかすめていく技は KMR さんが、スキップバーバーのオフィシャルに、出ていた時に、走っていたやり方ですね。でそれ見ておーすげーと思った記憶があります。さあ永井さん結構近づいてまいりましたよ。でその KMR さんがこのオールトンパークのスキップバーバーのオフィシャルに出場していた理由がですね、今6番手を走っていると思われるヒロさんですね。ヒロさんに、スキップバーバーのオンラインレッスンをするためにオフィシャル走ってたっていうのはね、こう世界はつながっているんだなと実感させるところですよね。さあレースは10周目、この周入れて残り4周ですね。いやでもおどうだどうだ、これはおし、いただきます。いやさすが、もう普段だとね永井さんって絶対ミスしないと思うんですけど、だからねこのリハビリ中の永井さん、もうこのチャンスに、あ今ね、ちょっとねブレーキング足りなかったですね。さあ右から来るの来るの、来ないですね来ないですね。よし、あそこまではみ出すとどうだどうだ、大丈夫大丈夫、ちょっとね攻めすぎですね。いや永井さん後ろぴったり、あそこのね、試験の立ち上がりアクセルオフするんだったらもうちょっと早めに判断して、早い段階で一瞬アクセルオフしてって抜けた方がいいと思うんですけど、ちょっと今のは迷いがありましたね。いやー、お来ないね、フェイントですね、フェイント、これじゃあこの永井さんとバトルできて楽しいんですがどうだ、ちょっとね軽くブロックライン取りましたけど、来る来てますね来てますね。でもこれはサイドバイサイドで粘りましょう。まだ右いますよ、永井さんいますよ、引いていた、よしよしこれもね、イン側でディフェンシブラインを取ってクリアしていきましょう。いやー楽しい、さすがレジェンド永井さん。あそしてスナッピーさんが、3番手のスナッピーさんミスがあったんでしょうね、もう4秒近く後方まで
下がってます。ですのでもうこのレースはガイル選手とレジェンド永井さんの優勝争いですね。さあレースは残り2周半、まっすぐまっすぐ、うわ跳ねる跳ねる、うん、あそこもねあんまり進入の時にあまりアウトの牧草ロールに寄せすぎると跳ねるんですよね、うん、あの進入難しいですね。さあ永井さん 0.5 秒あと、うん、さあカルビー看板、もといカールーブ看板、ちょうどねあの90年代前半にあのおやつはカールのカルビーがですね F1 のティレルにスポンサードしていたので、ちょうどそのロゴが似ているのでカルビー看板と私は心の中で呼んでますけども、正しくはカールーブ看板ですね、違うメーカーです。さあ残り2周、永井さんが 0.3 秒まで迫ってきた。これはスリップに入られそうな予感。うん、どうだどうだ、あまずいまずい、これはもうライン変えられないですね。インから来た。さあこれはサイドバイサイドで突っ張ってみたい。あダメダメ、あ全然ダメいやこれは勝負あったかな。うん、あの勉強になりました。あそこの高速左はサイドバイサイドで入っちゃダメだと。うん、まあね、あの理想的なラインで入っても結構アウトが厳しくなってしまうので、うん、あそこはもう譲んないと、引かないとダメですね、うん、これは本戦を前にいい勉強になりました。さあレジェンド永井さん1秒先、うん、うん、今全開で、ほぼ全開でいけましたね。いや永井さん遠い遠い、これも、うん、もうちょいもうちょっと車速落とさないといかんですね。うん、さあファイナルラップ、3番手のスナッピーさんが3秒後方ですね。そして匠さんが15秒後方ですね。うん、永井さんが 1.3 秒差を広げられている。さすがレジェンド。そうそう、永井さんもね VR を使って走られてるんですよね。そこは私と同じですね。やっぱ VR に慣れてしまうと、この液晶ディスプレイの2次元で、ね、あの1画面でも3画面でもやっぱ奥行きがわからない、把握できないっていうのが、今も進入アウトに寄せすぎましたね。あそこのバコーンってね跳ねてしまうのがあれが難しいですね。そうそう、で3画面だろうと1画面だろうと、2次元の液晶だとやっぱ奥行きがつかめなくて、どうしてもブレーキングだとかコーナリングを、サーキット内の目印に頼る比率が高くなってしまうというデメリットがありますね。で VR は、画素が荒いっていうデメリットはあるんですけども、まあ、あとは横がね、バトルになった時に横が見えないっていうので、アイレーシング始めたての頃はよく車幅感覚が分からなくて横の人とぶつかったりしてましたけど、最近はね、感覚で横の人が、あとは感覚と経験ですね、自分だったらどれぐらい
の感覚取るだろうとか場所、ね、どれぐらい開けるだろうって予想で VR でもちゃんとドライブできるようになりましたけども、さあフィニッシュ2番手ですね、レジェンド永井さんとは最終的に 1.5 秒差つけられてしまいましたが、いや楽しかったですね。で3番手はスナッピーさんですね、スキップおじさん四天王の一人。いやというわけで、うん、これはねいい練習になりましたね。でこれを配信できるのが日曜日の朝かなとは思いますので、皆さんもですね、スキップバーバーオフィシャルシリーズに出られる方は、ぜひ、この動画とあと永井さんの走りを参考にですね、練習していただければいいんじゃないかなと思いますけど、これ永井さんなんか最初こうわざとスタートを遅らせて、ちょっとオーバーテイクを楽しんでいこうかなっていうふうにも、そういう余裕にも見えますよね。まあ、オールトンパークは結構ね高速コーナーが多くて、でこのね、頂上でピクニックでもしたら楽しいんじゃないかっていうぐらい見通しのいい、爽快感のあるサーキットですので、私オールトンパーク好きですね。そうこの2番手のスナッピーさんのヘルメットですね、これが、トレーディングペイトでは落ちてないイヴァン・カペリのヘルメット仕様に今回から変わってきていますね。結構ねヘルメットのペイントってのもこう丸い球体にまっすぐの線を引くってのは相当難しいみたいで、いや大変だなと。で私はトレーディングペイントに落ちているネルソン・ピケ選手のですねヘルメット、本当はね中島悟選手のヘルメット欲しいんですけど落ちてないもんで、まあ、ペイントの似てるネルソン・ピケ選手のヘルメットカラーリングを使っているというふうになっております。それでは、なぜか、電源が落ちてしまったのでこの辺りでですね、お別れ、あれ元に戻った、ちょっとねこの配信の画面では一瞬画面が落ちたように見えてるんですけど、もしちゃんと映ってたらですねラッキーかなということで、今日の、実況はこれで終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録や高評価低評価ボタン押していただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。